50分、九州電力玄海原子炉発電所4号炉において原子炉冷却材漏洩が発生。唐津市の佐賀県オフサイトセンターで行われた訓練には国や県、九州電力の関係者などおよそ80人が参加しました。訓練は震度6強の地震が発生し玄海原発の冷却材が漏れて非常用炉心冷却装置が作動しなくなった状況を想定して実施。参加者は原子炉の状況や避難状況などを把握した後会議を開いて情報を共有する流れを確認しました。原子力専用の情報共有のシステムも入ってますんで、そういった日頃使ってない機器をちゃんと有事の際にスムーズに使えるか、そういうところをポイントにして訓練をします。この訓練は原発事故の際に関係機関の活動拠点となるオフサイトセンターでの対応能力の向上を図ろうと毎年実施されています。